もう君を離さない。はい。やばい、心臓破裂する。このシーンはなしにしよう。いいよな、トマル君。ま、監督がそういうのであれば。何してくれちゃってんのよ。あんなに美味しそうなのに残酷ね。ジョジョ食べないの？あっちのお腹は減ってるの。食わないならもらうぜ。美味しそうだね。慌てん坊さんだな。おっと、大丈夫かい？余計なお世話だってんの。どうしたんだあいつ。人間ってなんだか面白いね。僕らまでスターになった気分だね。隠れて。ソファに。ああ、ここにいたんだ。ファンの人たちはみんな出てったって。蝶々大丈夫？何が？トマルさんのこと。任務に集中できてないんじゃない？そんなことないっしょ。そんなことあるよ。ラストシーンの読み合わせを手伝ってほしくてさ。でもこんな綺麗な衣装、ピンときたんだよね。蝶々ちゃんにぴったりじゃないかって。僕と結婚してほしい。そこははいじゃなくて。はーい。まあいや。ここに衣装を取りに行けってアシナさんに言われて。君どうしたの、その格好。せっかくの、せっかくの。それ私の衣装じゃない。え？どうなってんのよ。蝶々、僕たちの任務はアシナさんとトマルさんを守ること。この逆に進めんか。